パレルモのアラブノルマに様式建造物群を及びチェファル大聖堂、モンレアーレ大聖堂はイタリアのシチリア島北西部にあるパレルモとその周辺に点在する12世紀の建造物群からなるイタリアの世界遺産である。シチリア島にあるパレルモにはアラブ人とノルマン人の影響を色濃く残す建造物群が残されており合わせて9つの世俗建造物と宗教建造物が 世界遺産として登録されている。古くはノルマン人によるシチリア王国に遡る。9つの建造物群にはシチリア王国の首都であったパレルモの歴史地区にある2つの宮殿、3つの教会、一つの大聖堂、一つの橋、近隣のチェファル及びモンレアーレの大聖堂が含まれる。合わせて空間、建築、 装飾に対して新しいコンセプトを打ち出した西洋、イスラム及びビザンツ文化の社会的、文化的統合を示す例として知られている。これらはまた異なる羊の人々の実り豊かな共存関係を示すものでもある。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。